どっちもタコなのかな、ダンボと水ダコって。ダンボっていうタコがいるのかな、ちょっと調べてみようかな。あれ、これ勝手に動いてるね。おお。あ、ダンボっていうタコがいるんだ。ダンボっていうか、ダンボっていうか、あれだね、十文字ダコ族って書いてある。英語ではダンボオクトパスとも呼ばれる。だって、へー、耳を使って優雅に泳ぐダンボタコ、へー。耳使って泳ぐのに筆談用の紙が置いてあるんだな。何それ、これか。あら、懐中時計。懐中時計だ。え、止まってるじゃん。なんでそんなもの持ってるのさ。まあ、お子様にはわかるまい。あ喧嘩腰だな。仲良くしなよ、もう。私が仲介役になってあげよっか。あららららら、喧嘩ダメだってば。え、なになに、どうした、なに、懐中時計触ろうとした、すずちゃん。ダメよ、大事なもの、人の大事なもの勝手に触ろうとしたら。どうした、これには、触るな。わかった。もうダメよ、ぶしつけに触ろうとしちゃ。大事なものなんでしょうよ。何なんだよ。それかあれかな、ここの世界に来て長いって言ってたからさ、記憶が薄れてきちゃってるとか。そう、それでなんか懐中時計が唯一あの人間だった、人間だったっていうか、人間、え、懐中時計がその唯一の記憶の糧みたいな。もうそういう妄言を喋るのが私は大好き。あの、なんだ。聞きたいことがあって、水槽に触れた時なんだけど、何言ってるかわかんないと思うんだけど、体がおかしくなって、クラゲになるというか、なんというか。お前、まさか生物に変化したのか。どうしてそれを。とにかくできるだけその力は使うな。わかったな。ああ、やっぱりクラゲになっていっちゃうのかもしんないな、もしかして。それってどういうこと。とにかく私の言うことを聞け。何それ。教えてくれないの。お前だ、クラゲの子。いやーん、エレベーターに乗ってる時に襲われるってあるあるよね。停電。いや、でもこの怖い、うわー、怖い。伏せろ。いや、もうびっくりした。ああいう怖い顔系が一番嫌いよ、私。もう、何よ、びっくりさせないでよね。伏せたところで何か変わったの？助かった？大丈夫？ああ、よかった、生きてるわ。いや、生きてるかわかんねえわ。スーズちゃん倒れとるわ。生きてるか、死に損ない。生きてる、動かしているけど。ああ、よかった。はあ、なんとか。なんだったのあれは。あんな大型見たことない。それにこちらを狙っているようだったな。
意識がある状態で脱出できて幸運だった。受け身を取らなかったら死んでいたな。どうした？あざが、怪我したの？お前が重いのが悪い。失礼な。あれ、でも、私怪我がない。かばってくれたのか。もうなんでよ、なんか憎まれ口叩くけど、大佐めっちゃ優しいやん、好き。こんにちは。誰？下がれ、スーズ。ヤドカリだね。ん？しゃあ。ん？お前、足が紐に絡まって動けないの？しゃあ、せやでと。まったく。いや、優しいよね。襲われてる。ヤドカリにも襲われたことがあるというのに、スーズちゃん。おい、突然近づくと危険。しゃあ。ほら、これでいいでしょ？なんか優しくすると優しくしてくれるよね。あら、どうしたの？あ、サンキューっていう。鍵かね？これは、これは、パールのブレスレット。ルルのブレスレット、さっきの弾みで落としてたのか。あら、なんだ、届けに来てくれたの？ありがとう、ヤドカリちゃん、かわいいね。あんたは味方だね。ありがとう。あら、かわいい。な、何？気に入られたみたいだな。あ、なんか案内してくれるのかな？なんだ？ああ、じゃあついていけばいいのかな？多分ここから落ちてきたんだよね。落ちてきたというか、ここから来たんだよね。いちいちなんか戻る道を塞がれるんだよな。で、調べるところは特にないか。あら、なんかシックな雰囲気になりましたね。何があるんだろう。この廊下は確か。どうした？なんかあるね。なんか光ってる。あれ？気のせい。あ、気のせいだった。こっちはいけないね。廊下が壊れていてる向こうに渡れない。ウミガメちゃん。お！なんか、ウミガメの文字が綺麗に見えるだけでなんかちょっと嬉しいけど、これが見えるってことは、こういう生物と会話ができるようになってるってことだから、ちょっとまずいかもしれないね。楽しそうな声が聞こえるわいかな。とりあえず、じゃあセーブをして、じゃあ今回は終わりましょうかね。長くなっちゃったかもしれない。長かったらちょっと二つに分けるかもしれませんが、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。面白いな、このゲーム。いや、レトロさんも仲間になって。いやー、今度は死なないでほしいな、一緒に動く人。ルルちゃんもね、無事で会ってほしいし、なんならクリスさんも生き返ってほしいですよ。ということで、おはぴよ、どうも、ひなぴよでーす。それでは本日も、アクアリウムは踊らない。続きやっていきましょう。前回は、あれだね、レトロ大佐が仲間に加わり、そしてクリスさんが、首吊りによって離脱してしまいましたと。で、粉塵爆発を起こし、なんか、なんやかんやあって、その後図書館を経由し、エレベーターに乗ってるところ何者かに襲われて、この階にやってきたっていう感じだったかなと思います。で、今あれだね、なんか、ヤドカリちゃんかな？あの白いヤドカリちゃんを助けたらなんか道案内してくれるよみたいな感じだったんで、ついていってるよって感じです。じゃあやっていきましょう。ここかな？中に入りますか？入りまーす。あら！なんか、楽しそう。デメキン？デメキンか。いらっしゃい！デメキンカフェ&バーへようこそ！あれ？レトロじゃん？久しぶり。って、女の子？
デートじゃん。相変わらず想像しいな。知り合い多いな。その宿狩りについてきたらたどり着いたんだ。ああ、宿狩りさん、最近常連さんだからね。ここで休んで行ってってことなのかも。はじめまして、お嬢さん。私は店主のデメキンちゃんでーす。レトロは久しぶりだね。お酒はいつものブランデーでいい？いや、今日は聞き込みに来た。聞き込み？少女を探しているんだが、心当たりはないか？紫の髪で、ほわほわしたルルって子と、ピンクの髪のキティって子なんですけど。紫の子はわからないな。でもピンク髪の子は見かけたかも。詳細を聞いてもいいか？私の知らない人と二人で一緒に歩いていた後ろ姿を見たよ。でもそれしか情報がないや。あ？知らない人と二人で一緒に歩いていた姿を見た。うん。そうか、助かった。客にも聞き込みをしてみる。そうね、ペンギンくんたちにも聞いてみるといいよ。ペンギンくん？そうそう、うちのバーはね、人気絶頂ペンギンジャズバンドの生演奏を聴きながらお酒が飲めるの。よかったらついでに楽しんでってよ。いや、いい BGM だったね。優雅だったね。酔っ払っていて話は聞けなさそう。そうか。あ、さっきの。ゆっくりしててねって言ってくれてる。おとなしくしてるんだよ。いい子だな。すみません、人を探していて。紫の髪でホワホワしたルルって子と、ピンクの髪のキティって子なんですけど、何か情報はありますか？いや、見かけてないな。キャラ、デメキンに入れておくよ。はい、ありがとうございます。会話できてる。うまく言葉が聞き取れない。うん。デメキンちゃん、ここは美味しいお酒を飲みながら生演奏のジャズが聴けるんだ。素敵でしょ。いつまでもいられちゃうよね。ね。あ、あの、女の子見ませんでしたか？紫の髪でホワホワしたルルって子と、ピンクの髪のキティって子なんですけど。見てないな。もうお役に立てなくて。いや、ごめんね、みたいなこと言ってんのかな。いえ、ご協力ありがとうございます。うん。なんだかぼーっとしている。この方とは喋れなさそう。すみません、人を探していて。え、にゅぐる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 って感じね。はい。紫の髪でルル、ピンクの髪でキティ、見てないですか？え、あれ、迷子ってやつかい？不注意。え、ルルルルルルル。なんか煽ってきたって感じかな。このなんか右下のやつらとは話せなさそうだね。この方とは喋れない。柔らかい笑顔の男性の写真が飾ってある。不自然に左側が空いている。ん？いやあ、いらっしゃい。よかったら一曲聴いていってよ。はい。この人たちは演奏が終わってから聴いてみよう。あれ、なんで暗くなったの？あ、演奏か。演奏を楽しんでるのかな。おー、終わったで、あ、動ける。この人に話聞いてないね。コーペン、あ、さっき話しかけてくれた人かな、この人。はじめまして。俺は皇帝ペンギンのコーペン。さっきは演奏を聞いてくれてありがとう。君は、スーズって言うんだ。よろしく。あの、私たち女の子を探していて、紫の髪のふわふわした子とピンクの小柄の子なんですけど。俺は見てないな。ごめんね、お役に立てなくて。いえ、ありがとうございます。ねえねえ、スーズ、俺からも一つ聞いていい？私に？これなんだけど、読める？なんだい？
これって、あ、ビアンカアクアリウムパスポート、私が拾ったカードと同じ。裏側にペンで書いてある文字なんだけど、つくし、つくし、誰かの名前？教科書みたいに綺麗な字。この文字読めるの？すごいね。つくしって書いてあるんだ。実はその言葉が何を表しているかわからないんだよね。どういうことですか？コーペンさんのカードなんじゃ。ドクターに渡されたんだけど、俺のじゃないんだよね。ドクター？うん、俺の親友。病院のお医者さんだからドクター。あれ、スーズちゃんのお父さんとか関係あるかな、もしかして。大丈夫？一体何のために？うん、なんて書いてあるか分かっただけでも進捗。ありがとね、スーズ。進捗？進歩じゃないんだ、ここ。進捗か。スーズ、そろそろ先に進むぞ。分かった。え、まだ多分話聞けてない人いるんだけど。あ、よかった、まだいけるね。ベビー。こんにちは、私はサックス担当のベビー。いらっしゃい、お嬢さん。さっきも見てたけど、その写真が気になるのかしら。あ、いえ、すみません。じっと見てしまって。やっぱり片方が不自然に開いてる。笑顔は素敵でしょ？なんだかこの人を見てると落ち着くの。知らない人なのに、不思議。もしかしたらどこかで会ったことがあるのかもね。あ、メンバーの紹介をしておくわね。あっちのドラムの前にいるのが、岩飛びジーヤ。こっちのお嬢がピアノ担当のフェアリーよ。ただいまご紹介に預かりました、岩飛びと申します。ジーヤはすごいのよ。私の食べたいものや欲しいものを何でも当てちゃうもん。あー、もうベビー忘れたよ。ジーヤはフェアリーちゃんと仲が良くてね、まるでお嬢様と執事みたい。ジーヤはとっても頼りになるのよ。まるで執事みたいね。この人たち重要なキャラかな。ちょっと適当にキャラ付けしちゃって話してるけど。え、ジーヤと話せないのかな。ちょ、デメキンちゃん邪魔なんだけど。デメキンちゃん、あ、よかった。この人と喋ってない、まだ。演奏に集中してる。演奏終わりましたよ。あ、じゃあ、ジーヤとは話せないのかな。残念。ん？ちょっと、フェアリーの声ちょっと変えよう。演奏中にコーペン君と目が合った？え、それってもしかして、恋なんじゃないかしら？ごきげんよう。あら、お初にお目にかかるわね。私はフェアリーペンギン。フェアリーちゃんって呼んでね。私はピアノを担当しているのよ。こんな風にみんなで楽しくピアノを演奏している時が一番幸せ。幸せ。この曲、あの人が好きだった曲ね。あら、あの人って誰だったかしら。あー、みんな何かしら忘れてるね。やっぱり人間だった頃の記憶を忘れてるんじゃないかな。私はお酒に弱くて、たくさんは飲めないのよ。美味しいカクテルを少しで十分。うん。このさ、コーペンくんはさ、あれなんじゃない？元はつくしっていう名前なんじゃないの？ドクターはたまに変なことを言うんだよね。病院の先生ってしっかりしてそうなのに、天然なのかな？僕はペンギンバンドのベースをしてるんだ。また演奏するから俺のこと見ててよ。なんか、なんだ？くどいてんのか？お酒を飲むのは好き。記憶がたまになくなっちゃうけど。記憶がなくなるタイプか。ちょっと何かやらかすタイプだよ、この人。終わりかな？クラゲが優雅に泳いでる。一応デメキンさんに声かけていこうか。え？廊下の床が抜けてて先に進めないの？あ、そう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 。それは大変じゃん。何か板みたいなものはありませんか？あ、ある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 、倉庫にある。ちょっと待ってていい？いや、ありがとう。よかった、話しかけといて。
なんか持ってきてるけど、すげえでかいもの持ってきてない？持ってきたよ、古い看板。これで渡れるね。これ使って大丈夫なのか？何も書いてないし大丈夫大丈夫。いや、何か書いてありますよこれ。嘘。ああ、うわ、本当だ、なんか書いてある。なんじゃこれ、読めない。あ、でもこれ昔使ってたやつだ。言われれば思い出すかも。ああ、わかった。商売人として物をタダで渡すのもなんだからさ、ここに書いてある文字を読んでくれたら貸してあげる。え、デメキン、お前この文字をかなりかすれてる。仕方ない、解読するか。わーい、じゃあ準備できたら話しかけてね。準備できたら、なんか失敗したらまずいのか。あ、でもちょっと、あ、通れるか、ここから通れるか。ちょっとあれだね、セーブしてくる。看板はこれね。読めねー。なんじゃこりゃ、全然わからん。わかんねえな。なんて書いてあるかな。いや、読めなかったっす。それじゃない気がする。かなり古い看板だな。仕方ない、解読するぞ。なんだ。あー、なるほど。いや、今ね、あの iPhone で写真を撮って回転させたり反転させたりしてたんですよ。そしたら、これは、右に90度かな。右に90度させて画面を反転させたらスコーンになりました。スコーン、あのお菓子の。なるほどね。いや、めっちゃ時間かかっちゃった。なんかゲシュタルト崩壊してきちゃって、これはもう写真撮った方早いわと思って、こう首をひねるより楽だわと思って、それでやってたらなんとか導けました。スコーン。ああ、それそれ、そうだよ。昔お店でスコーン出してたんだ。その時に自分でカフェやろうと思ってカフェ開店したんだった。夢も叶って毎日ジャズ演奏が聞けて、この生活幸せだわ。幸せ。なんか幸せっていう言葉に引っかかってるね、すずちゃん。まあ、とりあえず謎解けました。うわぁ、もうびっくりした。ねえ、突然思い出さないでよ、すずちゃん。もう怖いよ。この化け物だらけの空間で裏表を逆に見せてたみたいだし、縦横も違うじゃん。ごめんね。これで先に進めるな。あの時の看板だ、懐かしいな。ん？あれ、昔のお店ってなんだっけ。私はここが初めてのはず。ん？あ、ごめんね、約束通りこれ貸してあげる。この先気をつけてね。看板を手に入れた。いや、やっぱり人間なんだろうな、みんなもともと。ありがとう、デメキン。借りは返す。このデメキンも、本当はもう、結構いいおじいちゃんで、昔の看板ってなんか、左右っていうかあれだよね、あれ左右反転？いや、それは違うか。スコーンはなんで左右反転だったんだろう。変なの。まあ、いいか、先に進もうか。じゃあ、セーブして、こっちに看板をして。いや、怖いやつやめてほしいな、もう。ああ、血だらけです。なんかさ、足跡あるんだよな。これあれか、螺旋階段か。うわ、クラゲがいっぱいいる。これは？あ、体力か。こんにちは。あ！怪我するんかーい。あ、当たるなってことね。うわー、痛い。死んじゃった。待って、下手かもしれないこれ。
なるほど。これ怪我するから、どうしたもんかな。ああもう、思った以上に怪我する、これ。ほら、早く行けよ。早く行けよ。よーし、オッケー。行けました。まだあるー。あ、なんか落ちてるな。拾わなきゃいけないな、あれ。いやー。早くしたいって。早く、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 早く。オッケー。タツノオトシゴの鍵、オッケー。このクラゲ足押せで、体力回復ゾーンあるけど、まだ減ってないので大丈夫。で、ここにいればいいのかな？じゃあ。よし。ああああ、これ死ぬ。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、死んだ。セーブさせてくれせっかくあそこ突破したのに。ここ喋れねえよ。もうクラゲちゃんのお尻を追っかけるしかないよ。逆なんだよ、逆な。なんか思い出すよね。おむすびの時も、天人ちゃんのお尻、くんかくんかしてたから。クラゲちゃん、透き通っていて、磯臭い香りがしそうだね。よし、オッケー、いけた。で、ここで待ってると。あ！どうしようかな。ああ、終わった！もうダメだ。よっしゃ来た！オッケー、やっといけたー。時間かかったー。気をつけまーす。ありがとう、ウミガメさん。ついに全部の言葉聞き取れるようになっちゃったよ。結構長いな、階段が。あら、怖いかも。来ちゃったよー、この怖い空間に。何？上からおぞましい気配がする。かなり大物だ。気をつけろ。大物とは？何か来る。何が来る？お！え、何？こいつ。キティか？お前、女の子が降ってきた。ピンクの髪、この子まさか。いっとっとっと。振り落とすなんて、ひどいことするわね。ん？あかわいいね。誰よ！私は食べても美味しくないわ！落ち着け、バカ者。私だ。あんた、レトロ？やっと見つけたぞ。どこ行ってたんだ？キティ。え、どうした？なんでここでドキドキする必要があるの？あ、びっくりした。あ、ちょっとなんか画面が明るくなったね。よかった。血だらけだけど。とりあえず。制裁ですね。痛い！
何すんのよ。離れるなとあれほど言っただろう。死にたいのかお前は。仕方ないでしょ。気になるものがあったのよ。お前な。なんだこいつら。話は分かったわ。あんたがスーズね。まあ、一緒に行ってあげてもいいわよ。なんだこいつ。大丈夫なのかよ。キティ、君はなんで上から落ちてきたの？落とされたのよ、化け物に。体の上を歩いたら、目を覚ましてしまったみたいで。体の上？どういうこと？行けばわかるわよ。はいはい。うん。あたしはキティ、よろしく。人数が多い方が、お互いのためだからついて行ってあげるわよ。ほう。早く。ん？早く。ここから出たいでしょ。私は出たいというよりは、出なくちゃいけないのよ。一秒でも早く。じゃないと、あいつが。何のこと？ごめん。なんでもないわ。ほら、早く行こうよ。忙しいやつだな、もう。他には何も言わないかな？同じか、オッケー。これセーブに戻れる？あ、戻れるね、よかった。はい、セーブしますと。あ、クリスさんとのデータが。上から落ちてきたってことは上に行かなきゃいけないんだろうね、多分ね。あら、綺麗。これ何？ウミガメ、あ、お主、疲れた顔をしておるな。そうかな。あ、どうしよう、ルールじゃねえわ。ルルちゃんとのデータがなくなっちゃうのはちょっと寂しいものがあるから、じゃあ一個だけ残しといて、こっち行こう。窓の外は真っ暗。びっくりした。なんて書いてあるかわかりませんと。なんだよ、もうびっくりさせんなよ。暗闇の中で大きな何かがうごめいている。あや。なんだ？楽しそうな BGM が流れているけど？ここは何？血があるけどね。はい。ミノカサゴ。チケットがないと、あにゃにゃの。なるほど。ここはチケットがないと入れないんだ。楽しそうな場所！やった！楽しそうな場所があるって分かっただけで。なんかちょっと勇気が持てるわ。で、一応話しかけとく？大きいものが動いていた気配がしたが、少しは落ち着いたな。慎重に進むぞ。はい。あ、オッケーオッケー。とりあえず左に行っとくか。なんだ？監視カメラがある。え、これ監視されてんのかな、もしかして。そんなことはないか。どの部屋に放送するか決められる。あ、なるほど。こういう、館内放送用の機械。CD を流す機械。うん、館内放送用。これは？子供が入れる大きさの通気口だ。これで、あれじゃない？キティちゃんは入れるんじゃない？覗きますか？はい。ちょっと怖いのやめて。怖いのやめてね。本当に覗け、いやー！はい。あ。え？なんもない。よかった。これでもう一回覗いたときに毎回なんかな、あるんだけど。もう一回、はい。なんかある？なんもない。これ何なの？この、これ。このよくわかんない、この、線みたいな、落ちてるやつ、紙みたいなやつ。チケットかな？あれが。あれを、キティちゃんに取ってきてもらうとか？ちょっと一応セーブもう一回して。ふぅ。上行くか。わ！怖い！なんか、手みたいなのが、ある。な、何これ？さっきの気配はこいつか。一歩ずつゆっくり移動しよう。起こさないように。絶対に走るなよ。
あ、こいつ自体が。なるほど。じゃあ一歩一歩進まなきゃ。ぎゃあ！あ、よかった。え！また目が開くかもしれない。目が、あー開いた！よしよしよし。え、まだあるの？どうしよう。怖い。どこで目が開くかわからない。目を開かないでください。あー開いたー。ふー。この目の右下にくっついてるやつ何なんだろうね。ああ開いた。だからいちいちびっくりしちゃう。ちょっと冷静にいかないと。もう一回くらい開くんじゃない今回。開かないか。あれ行き止まり？どうしよう。また目が開くのではないかと心配でならないんだけど、もう大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫っぽいね。あ、なんかいる！なんかいる！チケットやった！化け物はすっかり眠ってしまった。本当に？心配だから一応一歩一歩歩くよ。キティちゃん、この上ドスドス歩いたんかな？もしかして。ダメだよ。生き物の上でドスドス歩くなんて。で、チケット手に入れたから、じゃああそこ行けるね。で、疲れた顔しとるの。いや、疲れるでしょ、こんななんか怖いところにずっといたら。じゃーん、じゃーん、じゃんじゃが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 。チケット持ってきたよ。の前にちょっと調べてみるか。アイドルコンサートのチケット。私はあまり興味ないんだけど。うん、説明文が読めないピンチの時に使え。うん。クラゲのクリーピーになる素質をお持ちの方は優先的に。なるほどね。まあ、スーズちゃん見た目もクラゲっぽいし、やっぱクラゲのクリーピーになる素質がある人なんじゃないの？チケットを拝見、なんだ？チケットをなんとかをします。だって。チケットを渡して中に入りますか？入ります。おうおうおう、賑やかだね。どなた？バンドウイルカ、あ！イルカちゃん見たことあるよ。もうバンドウイルカはあれだね、本で読んだよ。みんな、今日はバンドウイルカのルンルンのライブに来てくれてありがとう。誰だこいつ。あ、アイドルステージみたいだね。情報なさそうだし行くか。キティちゃんアイドル好きなんじゃない？もしかして。待て、観客の様子がおかしいぞ。観客の様子？寝てる。観客が寝てる。あー、初見の方ですか？今から握手会だから、よかったら握手していってるんで。キティちゃんどうしたの？あの、とっても可愛いです。応援してるわ。いやーん、こんな熱心なファン初めて。ありがとるん。嬉しいから握手しちゃおうるん。
と。お二人もルンルンのことを一押しにしてるんで。ああ、間違えました。帰ります。ちょっと。やってるこっちも結構きついんだから、相手してよ。好きでやってるんじゃないのかよ。そうだけど、そうじゃないの。難しいよ、ちょっと役分けが。バンドイルカちゃんの方は、ちょっと、したったらずな感じでいこうかな。ちょっと、キャラが被っちゃうから、キティちゃんと。そうだけど、そうじゃないの。まあいい。バンド、一つだけ聞いていいか。その呼び方はダサいからやめて。めんどくせえ。観客が全員寝ているんだが、どういうことだ。わかんないの。ルンルンが歌うとみんな寝ちゃうの。どうなっているんだ。あ、おしゃべりできるのは一人一分までだったる。スタッフさん。あららら、追い出されちゃったわ。また来てる。何だったんだ一体。はあ、想像しいやつだ。ちょっと眠いかも。どこかで扉が開く音がした。へえ、これで開くんだ扉。バンドイルカちゃんの、なんか、歌うと超音波みたいになっちゃって、あれなんじゃない？睡眠作用みたいな。安眠作用みたいなのあるんじゃない？中に入りますか？入れるの？もっと怖いじゃん。サイリウム振って、あれの手するとかさ。寝るって。あ、疲れた。アイドルって大変じゃん。今の聞いてたる？水族館のアイドル、イルカのルンルンだる？この挨拶どうかな？変かな？かわいい。他にあるかな？他にはないかな？ぐっすりと眠りについている。いびきをかいて寝ている。こんなに大きく曲がかかっているのにぐっすりだ。気持ち良さそうに寝ている。みんな寝てるね。いやでも、こんなに想像しい感じの音楽流れてるのに、ぐっすり眠れるって、相当安眠作用があるんだろうな。ここの鍵かな？わー、汚い。あ！これは襲いかかってくるタイプのヤドカリ！あれで？ここ行けないよ。どうすんの？あ、なんか、なんだ？あ、関係ないか。ここは、おお！君は幸せ？僕はここから出たくない。あら、何も聞こえない。幸せかどうか聞かれると、まあ、これ何なんだろう。おお、あ、なんだこれ。 あのさっきの鍵開けるのがフラグだったんだ。奥に何かあるけど。どけ。あ、剣で取ってくれる。やはりこの蓋か。やはりこの蓋、古びているな。シュパーン、パッカーン。開いたはいいが、かなり狭いな。子供一人くらいなら入れそうだけど。あ、キティちゃん？キティちゃん入ってくれるかな？ん？え、私？いやよ、そんな埃っぽいところ。頼む。仕方ないわね。
私にしかできないんだから感謝してよね。感謝してあげてよ、スーズちゃん。怖いよ、こんなとこに入るの。もう、仮一つだから。お。これ私が操作するとかじゃないよね。あ、よかったー。取れた。ほら、こんな紙があったわよ。え？1、丸、3、点点、A、2、4。はぁ、あ。折って、折って、折って、谷折りして、そこを切ると。このバッテンは何だろう？暗号、みたいだな。暗号の書いたか。いや、実際やらんとダメだろうな、これ。ちょっと待ってね。じゃあ次回やろうかな。次回やって、今回はこれで終わりましょう。いや、でも、ちょこちょこ怖い要素含んでくるな。やっぱさすがホラーゲームっていうだけはあるけど。ま、ホラーゲームが苦手な作者さんだから、一回ずつその怖い要素を出して、そっからちょっと癒しの時間を設けてくれるから、ちょっとそれは助かります。ありがとうございます。ってことで、じゃあ、ちょっと紙とかを用意して、また次回やりましょう。おつぴよでーす。バイバーイ。